やりましょう。この日が来ましたよ。話しますか。話しますか。はい。僕らイベントの景色がなさすぎて何か手をつければいいか分かんないねって毎週言ってたんですけど、ね、いよいよ目を向けましょう。そろそろね、やばいよね。何できそうか話し合おう。うん、とりあえず出していこう今日は。そうだね。だキャパ？何人呼ぶかみたいなこと？何来てくれるのかって感じだよね。ね、でもこれで。でっかいとこ借りて全然足りませんでしたシャレになんないですよね。そう、それはもう全員の責任ですよ。100ぐらいが無難っちゃ無難ですかね。1回目で100ぐらいをね、目標に頑張りますか。呼べたらでかい。はい、目標100人。100人キャパ。それ、1部だけやります。2部制にする。2部制だったら200人ってことですよね。100人2部制埋まりそうなのかどうかっていうのを兄ちゃんにアドバイスもらいたいね。うん、詳しい人に聞きたいですよね。なんかやっぱやったことある人じゃないと、うん、この辺の感覚が全然わかんないというか。確かに。令和層が今できることは何？できることは作ったら質問コーナーはできるよ。大食い。早食い。ああ、早食い大食いはできるね。うん、できる。風船ショート。ダンボールゲーム。お家芸ですよ、あんな。リアルイベントであれやってる人いたから。どんな気持ちで見ればいいんだろうね、みんな。そらえみたいなこと。そらえ違う。あれが一番。ずっと、あーみたいな。あるんじゃない。あれが一番声出せるんですか。一旦こう、大体枠組み決まったら、聞きますか、それぞれの。素晴らしいスペシャリスト。いや、そう、聞ける人はいっぱいいる。それがね、強み、俺的には。なんで、こういう内容でやろうと思ったんだけど、どうだろうっていうのを、ウォックンとかね。そうですとか、渋谷さんとかに聞けばいいんだ。そのひな型を頑張って作ろう。はい。はい。今イベントのグッズを作ってるんですけど。おお、いました。作ってるんだ。ありがとうございます。この度、試作品が1個来ました。おお、1個、はい、来ました。そうですね、1個気になる試作品。おお、こちらです。おお、かわいいよ。あの、本当にもうレイワくんのめっちゃいいよ。レイワくんのもう本当ステッカーすごい、欲しい。それこそパソコンの裏とかに貼ったら、あ、確かにね。確かにパソコンの裏。え、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいじゃん。え、もうまんま。多分素材とかももう本当仮で私が勝手に決めただけなんで、もうちょっと多分マットがいいとか選べるんですよ。切り抜かれる、切り抜かれるやつもある。切り抜きがいいな。切り抜きがいいよね。切り抜きがいいと思う。そうだね。結構皆さんこう携帯の裏にこう入れる方いるんですけど、そこらサイズ入りますかねっていう。あ、確かに確かに。いいかも。いい気づきをなっけ。これですよね。これ切り取った時にギリかなー。うわー、確かにもうちょっとな。まあ、もし気持ちちっちゃい方がいい、気持ちちっちゃい方がいいかもしれませんね。確かにね。絶対その中に入れた人いるもんね。入れたいですね。まあ、ミニでも入るかなぐらい、ちょっと余裕持って、ちっちゃめでもいいかな。確かに。こう、グッズが着々とできてるんですけど、一個ちょっと皆さんに相談したいことがあって。相談。はい。で、グッズは、この3種類ともう一個ポーチを作ろうと思って。で、一応ね、サンプルで、ちょっと形をね、3つ取り寄せたんで、おなんかどの形がいいのかっていうのを、聞きたいなっていう意見で。で、まず一つ目が、この、間違いないシンプルな四角のやつ。シンプルですね、非常に。はい。もう一つが、形的にはこういう感じの、形。もう一個が、まあ、これも大きさ、もうちょっと大きくできるけど、こんぐらいの、なんか、どれがいいんだろう。丸っこい感じのやつ。確かに確かに。でもこれが一番使いやすいのかな。どうだろう。ね、なんか入れるものによって、そうね。ですよね。でこれとなんか幅が小さいかもね。あ、確かに。もうちょい大きいサイズもある。同じ形で。なんでしょう、何を入れるんでしょう、これ。いや、まあ、このサイズとかのこともタバコライターぐらい出てくるもんね、焼けるし。なんかこのね、出てくる例えがなんかタバコライター聞いたことない。グッズ発売しました、タバコライターなら入るな。大学生、どこの大学生ですか。サイズ感がね、自分だったら何入れるかなみたいなのもね。なるほど。合わせて意見もらえると。確かにね、ちょっと YouTube 寄りになっちゃうけどさ、こういうの、ね、充電ケーブルとかさ、はい、入れますね、なんか入れたいよね。ね、お札ですね、入れる。これお札。あ、なんか、お財布。そっか、だからあれか、通帳とか。
あー、通帳入れね。うわ、ってなるとこれ強くなってくるね。通帳入れ結構強いね。通帳入れなんだ。通帳入れいいか。断然これですね。あ、これ、これのちょっと大きいバージョンだよ。あー、え、何入れる？化粧ポーチとか。あー、やっぱそうか。まあ確かに化粧ポーチ入れるならね。やっぱり女性視聴者が多いと思うから、それ化粧ポーチとか、それこそあのモバイルバッテリーとかを。あー、確かに確かに。結構物入れるじゃないですか。これ入れると絶対パンパンになって見た目がちょっとダサくなっちゃう。あー、やっぱこの底があった方がいいんだ。なるほどね。幅が広め、幅広で。一番今まででいい意見だね。確かに。経験的な。タバコライターからね。成長しましたけど。じゃあもう投票でいきます。まあこれの大きいサイズが今のところ一番でかいじゃん。うん、これもそれでいいと思います。じゃあ満場一致でこれのちょっと大きいサイズ、はい、はい、それでちょっと作ろうと思います。お願いします。ありがとうございます。いいね。はい、ということでイベント係のちんともでございます。なんとですね、イベントまで残り4日になりました。はい、ということで今4日前のだいたい夜21時ぐらいなんですけど、リビングを見てみましょう。はい、ということでリビングに、おやおや、何してるんですか、コトムさん。いやー、マジ三鉄っすわ。これ作って三鉄してます。いや、すごい。でもめっちゃうまいね。すごい、超綺麗。え、これは何をしてるんですか。これは残り15分ですみたいなのを僕たちにこう知らせてくれるタイムキーパーの方がいるので、はい、はい、その方にお渡しする紙を作ってます。あ、すごい。てかすごいね、これ手書きでしょ。めっちゃ綺麗なんだけど。なんか印刷したいと思ってたんですよ、うんうんうん、でもこう大きさ的に、うん、こうステージから距離ちょっとあるじゃないですか、うんうん、だからその欲しい大きさが出なくて、はい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 、っていうのでもう手でやっちゃえと。いや、すごいわこれ。なんかコタの貴重面さがめっちゃ出てるわ。なんだかんだでもこう、こうやった方が早いんですよ絶対、うんうんうん、こうグワーってやるより、はいはいはい、はい、なんだかんだこうきちっとね、こうやって10分、15分、5分、3分、1分って感じ。うおー、すごい。俺ながら結構綺麗に。いや、めっちゃ綺麗。こっからでもすっごいね、数字はっきり見えるわ。撮影でも使いましょうよ、こうやって。確かに。あと1分です。いや、いい、これいいよ。なんか何かとちょこちょこ用意しなきゃいけないもの多いっすよね。いや、わかる。意外とね。私はですね、今この全部セットのチェキをですね、今ちょうどもう全部100枚以上印刷して、こう一個一個この袋に入れて留めるっていうこの内職をね、ひたすらやってました。でね、やっとグッズが届いたんですよね、今日全部。お、そうですね、はい、こんな感じでめちゃくちゃ大量にグッズが届いてて、でこれ全部なんか、これがじゃあポーチで、これがタオルでみたいな、全部分かれてるので、こっからそれぞれ全部梱包してどんどん作っていきましょう。はい、まあ、少しでも喜んでもらえたらね、はい、僕たちも作った甲斐があるって、うん、いや本当に。じゃあ、コダさん、それが終わったらグッズの手伝いお願いします。あとまあ3日はかかる。いやいや、終わる終わる、イベント終わる。ということで、ただいま夜の8時前です。はい、わー、皆さんすごい、ありがてー。めっちゃ頑張ったよね。待てだろ。始めたばっかりしょ。高ピロまだ始めて30秒くらいだもんね。もう疲れたよね、あいちゃん。疲れました。いや、マニマニはね、ちょっと明日の編集がね、やばいからちょっと手伝えないんですけど、まあ見守っといていただいて、はい、応援だけは人一倍します。ありがとう、ありがとうございます。わ、今みんなで全部セット100個をね、こう作ってます。あ、いいね、かわいい。もうなんかイブリカは普段ね、自分のライブとかでもそうなんです、グッズとかやってたりするんで、すごいこういう作業好きです。うわー、よかった。すごい。え、愛ちゃんは初めて？初めてです。え、高校の文化祭とかではやんなかった、こういうの？いや、やってなかったです。あ、そうなんだ、はい、え、どう？いい感じ？あ、楽しいです。あいちゃんがどんどんこうタオルをね、詰めてってくれてるんだよね、はい、ちょっと几帳面がついちゃった。わ、いい。で、タカピーはステッカーと、まあ、なんかそれ、慣れてない感じ。フォルムがなんか
慣れてない感じするな。でも慣れてないですよ。さっきイブリカの担当のなんか風をするのをやってたけど、うん、ちょっとあまりにも下手くそすぎてイブリカと変わりました。そう、戦略変わり通告からさ。あ、部屋戻ろうかな。いや、だめだめ。何喧嘩してんの。待って、揉めてます。なんかイブリカがこれないとか言って、スカピロさんがポッチ入れてない。タカピロ違う、イブリカが忘れてたやつです、これ。してよ、タカピロ。それはダメだよ。いや、違うでしょ。今見てください、ここだけ開いてて、今タカピロさんがちょっと遅すぎて、こうもう私がもうすぐこっからこうやって撮ってずっとやってて。こっちは大丈夫。こっちはこれが入ってるポーチ、怪しいですよね。大丈夫そうです。こっちはこれもうあれじゃない、全部セット買った人がさ、もしポーチ入ってなかったらさ、タカピロに家まで届けに行ってもらおう。入れ忘れ、入れ忘れた罪を。でもその人がタカピロファンだったら喜んでくれますよ。ああ、そうだね。ファンだった場合はね。確かに。あ、ポーチ入ってないよ、ポーチ。あ、本当だ。ハーニー、タカピロ。これは今さっきイブリカから受け取ったやつで、これもイブリカの可能性が。いや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 、今言い訳がすごいよ。ハーニー、ハーニーいましたよ。もし本当になんかポーチ入ってない人とかいたら、タカピロに DM お願いします。やだやだ。その DM 来るね、クレームでしょ。クレーム、クレーム、入ってないんですけど。これが明日のイベントで飾られると。すごい。なるほど。みんな意気込みは？じゃあイブリカから。はい。はい。楽しみです。イエーイ。これは意気込みなのか？意気込みなのかこれは？ちょっとギャルすぎるかも。ギャルすぎるかも。じゃあメモお願いします。はい。2人目のギャル。いやいやいや。楽しみです。っていうのは冗談で。滑る香りがしたんで途中で離脱しました。早いよ。いやでも本当にね、こうたくさんの方がいらっしゃってくれると思います。そうなんですよ。残念ながらいけない方もたくさんいると思うんですけど、皆さんね、こうなんか楽しんでねっていう、こう応援も送ってくださってるので、やっぱり会場にいる我々はもちろん、会場に来てくださる皆さんと一体感を持って楽しみ切りましょう。よっしゃー、いい、打ち上げよう。うわ、まだ2人目なのに全部言った。これ大変よ、3人目から。愛ちゃんごめんね。ね、とにかく頑張りたいと思います。はい、あれ持っていけば、あれ、あ、マイク、マイク持ってた。確かに確かに。マイク持参ですか。持参ですか。そうだよ、絶対喜ばれるよ。あ、じゃ持っていきます。はい、ということで、タカピー、最近のタカピーすごいですから。タカピー成長具合すごいですよ、令和層入ってから。うん、なんかちょっと裏回しし始めてる。そうそうそう、裏回しで、そもそもあいつに振っとこうかなみたいな。どうですか、イベントは。いや、緊張しますね。でも、うん、僕結構その撮影してる時に、うん、あ、今これ突っ込んだら話したら面白くなるみたい な突然ひらめく時があるんで。天才ですね、発言が。すげえ。だから当日も多分僕ひらめく予定なんで。すごい、すごい。盛り上げられるように頑張ります。おお、楽しいわ。いいですね。さあ、そしてマニー。眠たいのでいっぱい寝て頑張ります。なるほどね。いや、そうやな。いや、体力重要だからね。体力大事です。じゃあ最後チンともなんか、お前ら行くぞみたいな。あ、じゃあちょっと。ライトさんですよ、それ。それは絶対ライトさんですよ。いや、今回ね、令和相談とか本当にね、イベント3人で作り上げたんで、ちょっと3人でその掛け声やりましょう。確かに。何する掛け声。確かに、これイベント終わった後に。わけわかんないな。チンともの、お前らやるぞーっていう声。あ、いいですか、じゃあそれで。はい。じゃあ行きます。はい。お前らやるぞー。あちんともさんの表情が暗いです。マジで泣きそう。イベント当日なんですが、どうしました、ちんともさん。これをさ、買ったんですよ、金庫をね。物販用にですね。はい。なんか鍵の設定をしてたんですけど、開かなくなりました。やらかしてます。まさかの初期設定できてないだろうなと思ってガチャガチャやったら、
開きませんってなっちゃいました。じゃあなんか最初000で番号変えようと思って番号変えようって設定したんですよ。はい、じゃあなんか開かなくなって、ちょっとやろう。やばい、どうしよう、マジで終わる。じゃあちょっとやろうやろう、はい。もうチャンスは10回。本当マジで終わる。1回目。あれですよ。さすがっすね。ガチでどうしたらいい？開けれるパワーで。まあ、最悪パワーはやばいな。叩き割ればいいんじゃないですか。うん、その入れればいいんですもんね。最悪、最悪。うん、最悪ね。閉まっちゃった時の数字覚えてないんですか。覚えてる覚えてる。じゃあそれの近くでちょこちょこってやろう。私言っていい？はい、私あのレイバーで設定しようと思って018にしたのね。おお、チャンスあるんじゃないそれは。だけど018開かなくなった。のどこかを1個ずつ全部ずらせば。とりあえず018ね。うん、これではないんだ。なるほど。ゆりかもそっち閉めないでね。全部そう、全部申し合って。だから3個あるんだよ。あっ、うわさすが。なに番号038。え開いた。やっぱり結婚してください。お願いします。まさかの銀行開いたぐらいで。まさかのイベント当日に。マジでありがとう、今日イベント頑張りましょう。頑張ります。さあ、こたけん、さあ、今準備で大慌てい。や本当にね、今回もう令和総担当3人がね、もうマジでゼロから作り上げてくれたんでね、いや今日がね集大成で、いやこれは間違い、楽しんでいただきますよ、この自信作でしか、ね、いやそうだね、自信作でお客さん入り始めてます。うわえもう次の方、うわすごいわ。それはどうだった？え、トモキがその準備してる時ちょっと見たの、お客さんの方。見た。もうみんなに声かけた。もうバレてる。俺が出た時の驚きはない。あ、いたみたいな感じだった。もう割り切った。準備時間30分で全部グッズ配置してて、すごいわ。ごめん、一個秘宝が、うん、あの準備慌ただしすぎて、うん、台本なくしました。もう何が始まるかあんま分かってない。どっかに台本が、お客さん持ってんじゃない台本。いやでもこれはもう絶対うまくいきますよ。いや最高のねライブがやるしかないんで。やるしかない。あ、ハンドだ、入ってるじゃん、お客さんで入ってる。わ、お客さんがね、上手に入ってきてますね。それが多分一番最初のきっかけだよね。いやこれはね、あ、VIP 席のね、前の方のね、下げて来てますね。すごいね。いやこれがね、初めの歴史的な一歩になって、こっからスタートしてね、どんどん大きくなっていくかもしれないんでね。さあ、ということでこちら3期生が久々に集まっております。確かにコダがここにいないと。あ、そうだ、コダはね、ちょっと今準備で忙しいんですけどね。はい、ノノとのは、まあ、マニマニは合ってる。そうです。でも2人をどうマジで2つ色合ってる。えあ、そっかそっかそっか、朝まで飲んだ。その時いなかったのはね、よしよ、さっき聞いたのは、なんかこの家卒業後に宅飲みしようよってノノを誘ってたみたいな。内藤さん、お笑いお笑い。ガチガチガチ。こっちのわけねえだろ。いや、目を焼いて。目を焼いてる。そうそう、焦って、宅飲みがあったみたいな。宅飲み。とりあえず住所教えてやろう。あ、でもまだ行ったことは。そりゃ教えてないか。それはなかなか面白いね。こんな間取りなんだ。特定班、特定班。いや、そろそろ引っ越さないと。そろそろ特定されるよ。高見、はい、今ここに OB2 人、はい、おっくんと P さんがいる、はいはい、ちょっとね、コミュニケーションって言って突入。緊張する。え、2人と会ったことあるよね、もちろん。あ、そうです、会ったことあります。あの、ね、でも、そんなに絡みはありません。ちょっとじゃあアドバイス、あの2人舞台乗りしてるのから、はい、ちょっと今日どうやればいいですかみたいな。あ、はい、ちょっと聞いていいですか。わかりました。はい、じゃあちょっと突入していきましょう。どうも。なんだお前は。あの、ピーさんとオークエさんにちょっとお話がありまして。もう今日の朝ぐらいまで平気だったんですけど、うん、やっぱりもう時間が迫ってくると、うん、すごく緊張しちゃってるんで、うん、なんか楽しく乗り切るコツみたいなのが教えていただきたいと思いますね。おー、いいね。
これはですね、はい、意外と自分が喋ろうとするところ失敗するんですよ。なるほど。実はね、人の話を大きくうなずくだけで、あ、こいつ結構離れしてるんだって見えるんだよね。だから自分以外の人が喋ってる時こうやってやったりこうやって手叩いて笑ったりするってだけで全然その場に空気溶け込めるから、それなりに喋ろうって考えるんじゃなくて、とにかく必死に聞いて必死にリアクション取る、これが必勝法です。なるほどね。いや、これですぐ実践できてね、高見舞台上でできるんじゃない。ちょっとチラチラ見てるんで、どれくらい大きくなっていてるかこれなら僕もできそうなんで、うん、確かに、はい、ありがとうございます。Pさんはどっちで返すのか、確かにもう一回ちょっと悩みとるんですね。緊張して、はい、もちろん楽しむぞって気持ちはあるんですけど、うん、緊張が勝っちゃいそうで、うん、すごく心配なんですよ。それも確かに大変だね。 でも大丈夫、緊張してない人よりも緊張してる人がミスした方が面白いよね。ポジティブバースデーもう人の話聞いてないね。伺ってたもんね。どっちで返すの？まあ正解ですね。いや、久々に見てたわ、それは。でもまあ大真面目な話、まあ僕とか奥君とか、それこそ内藤さんとかいるから、もう気にせず、とりあえず前に出ちゃえば、なんとかできるかな。ね、それむしろなんか、こじんまりとやって変な空気になるぐらいだったら、バーってやって、はい、終わりましたよってやってくれた方が、僕らがすぐに助けに行く。いやー、この2つのアドバイスをもらって、もう即ね、この後30分後実践できるんでね、はい、ちょっと頑張って試してみましょう。頑張ります。うわー、頑張ろう。いつもは赤なんですけど、はいはいはい、ちょっと A バスは緑なんで。なるほど。あ、こちらのセットみたいな、めちゃくちゃオーナーっぽいですね。ありがとうございます。かっこいい。どうですか、これ大丈夫ですか。ちょっとですね、まあまあまあ85点ですかね。誰が投資してね。誰が投資してね。いや、めちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。バッチリ。なんかやっぱ赤のイメージあるんですごい新鮮です。そうだね、いつもね、うん、ちょっと変えてね。ちょっと待って。私とチントンさんって感性一緒なんですよ、マジで。マジで。マジで思うんですよ。同じ服着てる。だって普通にユリカのこれ今日着てて、うん、めっちゃ可愛いってめっちゃ思いました。自分だと絶対買ってるんですよ。なんかめっちゃ可愛いんですよ。あ、そう、お互いも好きだ。そうなんですよ。チンタマさん着てる服すごいいいなって思う。発言とか考え方も似てるじゃないですか。うん、似てる似てる。何が怖いって、30になったら私こうなっていっちゃう。男に迷い。いや、今ね、イブリカが将来チントモになってしまうんじゃないかって怯えてるね。いやいやいやいいですよ。私はチントモさんになってしまうんじゃないか。レイワー層の主になるんだ、イブリカ。でもイブリカ、レイワー層着てなんか化けましたね。化けてる。どんどん寄ってってるよね。悲しいのが、私は口だけなんですけど、イブリカちゃんと行動もするんだよ。実力がある。実力が大きな差が。で、私はもう口だけ卒業してこっちに寄せてる。ちんとも寄せに行くっていうね。え、ずっと口だけじゃない。出た、もう終わり。ずっと口だけ。もうやれるから。だってダイエットするって言って、私は痩せてって。いや、したい。したい。したい。したいよじゃなくて、したい。おい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 。さあ、ということで、いいですね。今もうお客さんに入ってるので、大きい声出せないんですけど、あと15分。15分だと思って。じゃあちょっとちっちゃく、これ、気合いますか。おー、いいね。じゃあそれでは、絶対にイベント成功させるぞ。あー、見ちゃいましょう。まずはじめは2人が出て盛り上げるっていうね。いやでもね、いやそれね、会場あったまると思う。大切。うん、いいですね。おー、いいね。始まるよ。さ あ, さあみんな始まりますよ。さあ始まりますね。内藤さんも緊張してるんですか。いや、そりゃもうなんかリビングに出る感じ。朝起きてリビング行く感じ。そう、おはようみたいな。だとしたら逆にすごいです。もう毎日オンステージです。幸せなら手を出した子。
幸せなあなた太陽で示そうよ、ほらみんなで手をたたこう。高倉ね、せーの、はいせーの、せーの、はい、じゃあ続いて僕も行ってきます。めっちゃ行ってきます。せーの、足りない。お前たちそんなもんじゃないだろ。せーの、最高。でかい。おめでとうございます。呼ばれるのに出て一つ目のゲームは自己評価ゲーム。ちなみにこの自己評価ゲーム、なんだかわかるって方いますか？ほとんどいない。無事にイベント終了しました。ありがとうございます。いやめちゃめちゃ盛り上がってね、最高のイベントになりました。どうでした、イブリカ？マジで楽しかった。よかった。一番楽しんだ。よかった。楽しんだ。よかった。よかったです。みんなも楽しかったですか？楽しかった。来てくれたみんなありがとう。ありがとう。いやもう本当にずっとね10万人行くのが目標で、やっとレイワ荘10万人行って念願のイベントができて、めっちゃ最高の時間でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで、これからもレイワ荘はレイワっ子の皆さんに楽しい動画を届けられるように頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。